自分のいいところを見つけよう。自分の得意なことを見つけよう。自分の才能を見つけようと思うのは素晴らしいことです。私にはこんないいところがあるんだと気づくことで気分が良くなるし、その部分に自信を感じられるようになります。私はこういうことが得意なんだ。私にはこういう才能があるんだとわかることで、私はこの道を進んでいこうと自信を持って決めることができるようになります。自分のいいところを見つけて自分で褒めるという体験を積み重ねることで、自分の中に自信を蓄積していくことができます。だから積極的に自分の得意なことを見つけよう、自分の才能を見つけようと思うのは当然のことです。しかし、自分のいいところ探しを始めたのに、気がついたら自分のダメなところ探しをしていて、自己評価を下げてしまうことがあります。今の自分は本当の自分ではない。こんなにダメなのは本当の自分ではない。本当の自分はもっと素晴らしいはずだ。本当の自分を探しに行こうと思うのは、ポジティブなことのように感じます。しかし、今の自分は本当の自分ではない。こんなにダメなのは本当の自分ではないというのは自己否定です。自己否定がベースとなった本当の自分探しは、自分のダメなところ探しにつながります。自分の特性にはいいも悪いもありません。見方によっては良くも見えるし、悪くも見えます。自分の性格というのは、それをどう捉えるかによって長所にも短所にもすることができます。自己否定が習慣化しているというのは、自分の特性をダメだと判断する癖がついているということです。もともといいも悪いもない自分の性格を短所として捉える癖がついているということです。そのような人が自分探しの旅を始めると、どんどん自分のダメなところばかりが見えるようになります。自分のいいところが見つからなければ、自分のいいところ探しの旅を終わりにすることはできません。だから自己否定が習慣化している人は、永遠に自分探しの旅を続けることになります。そして旅を続ければ続けるほど、ここもダメだ、あそこもダメだと否定し続けることになり、どんどん自己評価が下がってしまいます。大抵の人は自分探しの旅を始めると、自分のダメなところばかりが見えるようになります。なぜなら、人間は意識していないと自然とネガティブ思考になるようにできているからです。本当の自分はこんなんじゃないと否定し続けることで、自分探しの旅をやめることができなくなります。自分探しを続けることで、自己否定をして自分を苦しめるという状態を維持することになります。自己否定をして自分を苦しめる旅をしながら人生が終わってしまうことがあります。そうならないためには、本当の自分を知らなくても幸せになれると考えることが重要です。自分のいいところを知らなくても、自分の好きなことを自分にやらせてあげれば、自分を満たすことができます。私は自分の長所がわかりません。でも、大好きな歌を歌っていれば楽しいんです。大好きなサッカーができれば幸せなんです。と思うことができます。私にはこんなに素晴らしいところがあると認識していても、自分がやりたいことをやっていなければ、自分を満足させることはできません。なので、本当の自分とは何なんだという問いにはまっている自分に気づいたら、そんなことよりもっと楽しいことをしようよと自分に語りかけてあげましょう。本当の自分なんて知らなくても、自分が楽しいと思うことを
自分にやらせてあげれば幸せを感じることができるということを忘れないでほしいと思います。